いよいよローリングスタートとなりました。ダミーグリッドから一斉に押しがけでこのコースに入ってきます。 OK ならではの光景、長いホームストレートから今トップが1コーナーで折り返します。そして立ち上がって左の縁石をかすめながらの2コーナー、そして3コーナーはここはラインが分かれるところ、抜きどころの一つです。ダンロップ立ち上がりまして右へ4コーナー、そして左へ5コーナーと行きまして、ここでまた折り返しの6コーナーです。木旗が振られているのが7コーナー、そしてここ縁石にガンガン乗っていくのが8コーナー、 S 字と呼ばれています。そして9コーナーから最終セクションへ立ち上がってまいります。ダウンのボードが出されていますけれども、スタートは ローリングというにはあまりにもハイスピードすぎる状況になっております。この OK クラスが予選ヒートの最初ということになりますので、他のジュニアカテゴリーのお手本になるようなローリングを見せていただきたいなと思うんですが、この長いストレート我慢我慢でイエローラインまで来なくてはいけません。フロントロー佐藤蓮と佐々木大輝には隊列を整える義務があるとされています。後ろから高橋春之、朝日ターボ、そして水野幸喜、名取哲平ついていきます。その後ろから三村壮太郎、野中聖太、富田アルガ、古谷優雅とついて9コーナーから立ち上がって、さあ落とせ落とせというサインが出ている。スタートは切られるか、どうだ、スタートは切られました。スタート第3戦予選今スタート、1コーナーへの進入は3ワイドぐらいで入っていきました。まずは佐藤蓮がトップで出てきます。2番手は佐々木大輝だ、3番手に高橋春之、4番手に名取哲平、5番手インサイド水野幸喜がかなりタイトに入っていきまして名取哲平をかわします。水野が4番手に浮上、5番手に名取、6番手にアウトサイドから朝日ターボですが、そのインサイドでなんとか守っているのは野中聖太、そして6からの立ち上がりで水野幸喜、名取哲平に再びかわされまして5番手にドロップです。最終コーナーから立ち上がってまいります。ホームストレート、オープニングラップは佐藤蓮が取る。2番手争い、1コーナー高橋春之インサイド飛び込んでいきました。高橋2番手に浮上、後ろから佐々木大輝、さあ来るぞ、ハイスピードバトル、ブレーキング、3コーナーのブレーキングでは佐々木大輝が前に出ていく。序盤でこんなにバトっちゃっていいんでしょうか。トニーの2台、6コーナーから立ち上がって後ろから朝日ターボがスルスルっと来るか。さあその後ろでは結構詰まっているところもある。後方の4台が6コーナー立ち上がりで一瞬団子状態になりました。さあ朝日ターボはちょっとドロップをしてしまいましたが、トップは佐藤蓮が頭一つ抜け出した。2番手佐々木、3番手に高橋、4番手には名取哲平が戻りまして、5番手に水野幸喜、6番手には野中聖太、7番手に三村壮太郎、さあ水野のインサイド6コーナー飛び込んでいったけど、水野もクロスラインで立ち上がってドーッと跳ねた、出ちゃった。これで野中聖太が前に出てきます。あ、そして今2台が止まってしまいました。形状円のところから立ち上がって1台は再スタートを切りましたけれども、もう1台は完全に止まってしまっています。2台が大きく遅れて、そして6コーナー立ち上がりでも1台が止まってしまいました。止まってしまったのはこれはカーナンバー30番と見えますが、30番はいないので違うドライバーかなと思うんですけど、ちょっとゼッケンが確認できませんが、カラーリングだけだと山田入りかなという感じもいたします。ホームストレート、佐藤から大きく離れまして2番手争いという形になりました。佐藤はこのまま逃げ切っていくんでしょうか。佐々木、佐藤、そして3番手に名取が上がってきます。名取哲平6コーナーインサイド飛び込んで2番手に浮上。さあトップの佐藤蓮の後ろ少し離れて2番手には名取、3番手には
佐々木、そして4番手には高橋というオーダーで、ここは3台1パック、5番手には野中、6番手に水野、7番手に朝日ターボ、1コーナーインサイド飛び込む、朝日ターボ1コーナーインサイド飛び込んでいきまして、ワンポジションのアップ、第3集団と言っていいでしょうか、それとも第2集団と呼ぶべきか、現在6番手争い、朝日ターボが前に出てきた、初動が良かった水野幸喜ですが、その後今6コーナーで三村壮太郎にもかわされてしまいます。ルーキーにはやっぱり苦しいんでしょうか。そしてその後ろではかなりのドライバー競り合っていますね。山田がいい走ってますね。じゃあさっき止まったのは三宅敦史だったんでしょうか。確認がちょっと今取れておりませんけれども、そうですね、三宅敦史、奥住知恵、古谷優雅、この3台が先ほどのクラッシュの影響を受けているようです。さあということで、トップ集団と第2集団との間がだんだんと近づいてきて、大きく見ましてトップ9という形になりました。第2集団は6コーナーから、あ、これぞカラーリングは山田ハイリーですね。山田ハイリーを先頭に、今最終セクションへと向かっていますが、南木俊介や武井春人、森山東生、こういったところがずらっと連なって、今ホームストレートを通過していきます。森山の後ろには荷物、高い荷物続いています。上位集団ですが、佐藤蓮のラップタイムが上がっています。36秒40。2番手の名取と、そして3番手の高橋、このあたりは佐藤と同等か、それを上回るタイムを出し始めています。さあ佐藤蓮はどこまで逃げ切れるか。ホームストレート帰ってきました。これで8周が終了、予選ヒートは折り返しです。折り返しでじわっと縮まっているのが気になります。トップ2です。タイムギャップはコンマ5ありますが、これがこの後削られていく展開になるとつらい。佐藤は当然明日の決勝のことも考えてタイヤを使っていかないといけませんので、そのあたりがどういう風に出てくるかですよね。名取哲平は今日の午前中かなりイケイケでした。もう今日決勝やってもいいぐらいだって言ってました。名取の追い上げが非常に激しくなってきた。3番手4番手のトニー勢はテールトゥーノーズのまま連なって走っています。佐々木大輝が前、高橋春之が後ろです。少し離れまして5番手争い、さあ3コーナー、ここが動き始めた。上がってきているのが朝日ターボです。ダンロップもついについに上がってきましたね。5番手、6番手の野中、そして7番手の三村、この辺りもかなり接近していまして、ここも一触即発状態です。三村の後ろには富田有賀と水野幸喜、ここまでのワンパック、そしてホームストレート、山田ハイリを先頭に南、武井、森山、井本、高井、さらにその後ろ2台ついています。渡谷と平、ここまでが一覧になっています。少し離れまして堀尾冬馬が単独です。現在止まってしまったマシンは3台、周回数は10周を終了しています。さあ第2集団のトップ6コーナーで動く、そして第2集団、これ第3集団と言っていいですね。もう第1集団も前と後ろ離れましたのでね、第1集団はトップ4、第2集団は5番手争いの5台、そして第3集団のトップには三上俊介が上がってきました。さあそして第2集団、3コーナー、三村壮太郎インサイド飛び込んでいく、三村壮太郎5番手入場、後ろから野中、そして朝日とアドバン、BS、ダンロップと続いているんですが、どうなっていくでしょうか。このバトル非常に興味深い。そして残り周回数3周というところで、いよいよトップ2が近づいてきた。コンマ4まで縮まってきました。タイムギャップは0.08、名取の方が早い、わずかではありますが名取の方が早い。この予選から最後一周にかけてくるか。佐藤蓮は苦しくなってきたでしょうか。三村壮太郎は中盤からいい感じになってきたんですけどもね、初動良かった佐藤蓮、踏ん張りきれるか。残り周回数2周、これはいけるか、いや分からない、スリップがつく。
1コーナーに向かってトップ2がだんだんと近づいていきます。トップは佐藤、2番手名取はまだ仕掛けられる感じではありませんが近づいています。3番手4番手は離れました。5番手争いは三村の後ろ少し落ち着いています。朝日ターボ、富田あるが、野中はその後ろまでドロップ、そして水野幸喜、そしてその後ろ山田入りを先頭に3コーナーに入っていく11番手争い、これ10番手争いか。さあここはまだ分かりません。みなぎが取り返す6コーナー、そしてトップはファイナルラップ、佐藤蓮1コーナー守る、守ったら後が大変、どうだ抑えきるつもりか。トップ佐藤3コーナーで名取哲平はアウトサイドに振った、立ち上がってダンロップから、あー佐藤は若干失速、名取の方がスピードがいい、しかし6コーナー佐藤がインナー守る、どうだ立ち上がり互角、立ち上がりは互角、 S 字は佐藤が守りきった。後ろからまだ佐々木大輝も来ている。最終コーナーから立ち上がってきます。トップは佐藤蓮、白氷のボールポジション、2番手名取哲平、3番手佐々木大輝、4番手高橋春之、5番手には三村、6番手に朝日、7番手富田、8番手に野中、9番手に水野、そして10番手は三奈木、11番手は山田入りですね。山田入りの後ろ連なって微妙な状況でしたが、森山康生、武井春人、